皆さんこんにちは、島 TV アイランドでございます。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回の動画はですね、2012年の2月に、プエトガレラに、旅をした時の、動画になります。まずですね、その前に2009年にも、プエトガレラには、渡航しております。まずその時の模様からお伝えしたいと思います。こちらは、2009年にですね、バタンガスから、ボートでですね、プエトガレラに向かう途中の写真でございます。こんな頃はですね、さすがに私もですね、本当に、フィリピン渡航しだしてまだ間もない、5年ぐらいですかね、ちょうど季節はですね、あの2月ですね、それでですね、やっぱりガイドをどうしてもつけないといけないということで、マニラからですね、あのガイドを付き添いでですね、プエトガレラに、3泊4日、旅をしたということです。2月の17日、私たちはですね、エルミダのシティステートタワーホテルというのがございまして、ビニ通りにございます。そこからですね、バスがですね、朝7時半だったと思います。バタンガス行きのバスがですね、直行便が出ておりましてですね、それに乗りましてバタンガスの港まで来て、そこからですね、船に乗り換えまして、今ですね、プエトガレラに向かっている最中です。彼女は、マニラでマッサージ師をしていました。ひょんなことからですね、彼女がプエトガレラに家があるということで、ガイドをお願いしてですね、一緒に来ることになりました。こんな頃はですね、プエトガレラといえどもですね、本当に綺麗な海でした。こちらはですね、ホワイトビーチって言いましてですね、とても静かなですね、地元民が訪れるビーチになります。海がですね、綺麗でしたので、私はですね、潜ったりして、いろいろとですね、スノーケリングをして楽しんでおりました。こちらがですね、私が、宿泊していました、ホテルになります。ホワイトビーチでですね、本当に、ホテルの前にはですね、カラオケがありましてですね、1曲10ペソだったかな、ガイドさんと一緒にですね、何曲も歌ったりしておりました。そして近所を散歩してますとですね、駄菓子屋さんがありまして、そこにですね、彼女はお母さんと一緒に写っているんですけども、そこの店がですね、カラオケがありましてですね、でここはなんと1曲歌うのがですね、5ペソということで、本当に地元の人たちのたまり場でですね、そこで盛り上がりまして、私たちもですね、一生懸命、歌ったりですね、彼なんかはですね、絵描きでですね、壁に、見事な絵を描いたりする人でしたね。地元の人でした。はい、そして、2012年2月の12日になります。今日は日曜日です。間もなくですね、船はサバンビーチに、到着です。着きましたサバンビーチはですね、前回はホワイトビーチでした。今回はですね、サバンビーチということで、海はですね、そんなに綺麗ではございません。ただしですね、こちらはですね、いろいろなですね、お店が立ち並びですね、あとですね、ナイトライフも充実しているということで、ディスコだとかですね、あとですね、カラオケだとかいろいろですね、遊ぶにはいろいろな施設が揃っておりまして、ホワイトビーチと比べますとね、やっぱり全然違うかなと。ホワイトビーチは何もなくて静かなところだったのに対して、こちらはですね、ちょっと騒がしいという感はありますが、そして間もなくですね、ホテルに、チェックインしました。こちらはですね、トライシクの運転手に、紹介してもらって飛び込んだホテルです。今回の旅は私一人で、行っています。前回まではですね、やはりなかなか一人で行動できなかったんですけど、今回はですね、もう勇気を振り絞りまして、一人でもう本当に何もかも全てですね、こなしてですね、旅を続けているという形になります。
して夜といえばカラオケ。ディスコの女の子たちを引き連れて歌いに来ました。このカラオケは韓国系の店で、写真を見ればわかると思いますが、カウンターの店で通りに面しているため通行人がいっぱいで焦ったものです。名前は It's OK という名前で、この時私はホイットニー・ヒューストンの歌を歌ったら、通行人たちが立ち止まってました。その理由は、ちょうど昨日アメリカの偉大な歌手ホイットニー・ヒューストンが亡くなったとのこと、今日はアメリカのグラミー賞の授賞式でホイットニーが出席する予定でした。私はホイットニーのファンでもあり、そんな時に彼女の歌ったわけですから。ちなみにその時のグラミー賞受賞者はイギリスのシンガーソングライターアデルでした。そして、カラオケが終わりましたら、次はですね、向かいに、ベニューというライブハウスがありましたので、そちらに行って盛り上がりました。ここのライブハウスでもですね、やっぱりホイットニーのですね、追悼の意味かですね、本当に話題が豊富でした。そしてですね、リクエストもたくさん出ておりました。まあこうしてみますとね、フィリピンという国は本当にエンターテインメントが好きと言いますかね、もう本当にですね、例えば今回グラミー賞を取ったですね、アデルの曲でもですね、至る所でもう流れてます。またホイットニーがですね、こんなことになってしまったものですから、もういろんなスーパーだとかですね、そういったお店入ってみましてもですね、もうとにかく彼女たちの曲が流れてくるんですね。それだけですね、まあ、そのエンターテインメントにすごく、まあ、その力を入れてると言いますかですね、本当に国柄を感じました。2日目の朝を迎えました。今日は、サバンビーチではなく、ホワイトビーチまでですね、ちょっと足を伸ばしてですね、3年ぶりに、ちょっとどうなっているかですね、様子を伺いに、お邪魔しました。ポギーポギーポギーケリンベンドどこパンクにしましたビーチといえば、私の大好きなマッサージ。今日は月曜日、ウィークデーのため、観光客はあまりいませんでした。ですので、お店もですね、暇みたいだったものですから、マッサージ師をですね、2人指名 しまして、2人でですね、揉んでもらうことにしました。3年前にも、ここには訪れているんですけども、やっぱりですね、ホワイトビーチは海が綺麗ですね。今回来ましたサバンビーチはですね、やっぱり街ということもありましてですね、海が汚れております、泳ぐにはやっぱりホワイトビーチがおすすめかなと思いました。あとですね、サバンビーチからはいろいろなツアーが出ておりますので、そちらの方に参加すると良いかなと思いました。Open the door. Mr.
ッサージも終わり、私一人だったものだから、マッサージ師たちをですね誘って、一緒にカラオケに来ました。マッサージの後はやっぱりカラオケですね。ここのホワイトビーチにはですねカラオケ施設がですね結構充実しておりました。そして私たちがですね昼間から、騒いで歌を歌ってますとですね、人がねやっぱり集まってくるんですよね、やっぱり釣られてかどうかわからないんですけども、飛びまして、これからですね、サバンビーチに帰ります。今度はですね夜の部が待っておりますので、部屋に帰ってシャワーを浴びて、落ち着いてからですねまた夜はそれなりに、出かけようと思います。サバンビーチは、ホワイトビーチと違いましてですね本当に夜遊びは充実しております。ただ海がちょっと汚いという感じですね。ですので、サバンビーチ来られる方はですねビーチに興味がなくてもですね結構夜遊び目的で、来る観光客も結構多かったりします。ビーチに、戻ってきまして、ビーチ沿いのですねレストランで、夕食を食べております。一人で、それからですね、夜はまたこれから、どこか出かけるんですけど、こんな頃はですね本当に昼夜関係なくですね、動き回っておりました。ところが最近ですねやっぱり年のせいかですねやっぱりあまり激しくですね、動き回りますとですねやっぱり免疫が落ちてきたせいかですね体調崩しやすくなってきておりますので、たまにはですね中休みといいますか、少しの時間をですね、ゆっくりくつろぐ時間をですね作った方がいいかなと、最近、つくづく思うようになりました。それではじゃあ夜の世界の方へどうぞ。
今夜は、昨日行ったですねライブハウスとは別にですねもう一軒ございましたので、そちらで、ちょっと、入店してみることにしました。やっぱりですねこんな頃も本当に、ディスコが盛んでですね、外国人の観光客がいっぱい来てました。そんな折ですね私もちょっとノリに乗ってですね、舞台で、ダンスをしたりしとったらですねなんかイタリア人の女性たちとすごく仲良くなっちゃってですね盛り上がったりもしておりました。何か、旅の恥はかき捨て的な感じでですね、盛り上がることが、できておりました。はい、今日はですね最終日となります。明日マニラに帰ります。ですので、最後ということもありまして、ツアーに参加すること、ツアーと言いましてもですね、プライベートツアーになります。ちょっと料金は高めになったんですけども、団体のツアーがですね見当たらなかったものですから、プライベートツアーでとりあえず申し込みました。それでこの辺の海をですねいろいろと回ったりしました。サバンビーチでは、一人でもですね、パートナーがすぐ見つかるようなシステムがいろいろございまして、本当にですね、ディスコというのがですね俗に言うゴーゴーバーみたいなものです。そんな中ですねツアーを一緒に楽しむことができました。ココビーチなんかですね本当に綺麗でしたし、とにかくですね、思った以上にですねここの海は綺麗でした。本当にエルニドじゃないんですけども、結構そこの域まで行くようなですね感じでですね、船で出ますと、魚はいっぱい見れましたしね、本当に綺麗でした。ただ綺麗と言いましてもですね今からもう9年前の話ですから、今現在はどうなっているか分かりません。また聞くところにありますと、最近ではですね、韓国人の団体がたくさん来て見えるとか、いう話をよく聞いたりします。それでは視聴者の皆様、長い間ご視聴ありがとうございました。本当にプエトガレラというところはですね、一度は行ってもいいんじゃないかなと。ホワイトビーチとサバンビーチ2つございまして、他にもたくさんビーチあるんですけども、主だったところがその2つでですね、ビーチだけを健全に楽しみたい方はホワイトビーチ、夜遊び等も含めるんでしたら、サバンビーチがおすすめだと思います。それでは皆さんさようなら。